今日ね、オープニングでもちろん伝えたいことはたくさんあるんですけど、今日一個にしておきましょう。改めてね、楽しんの今のメッセージも受けて、最近の僕が本当にみんなに伝えたいのは、謙虚。謙虚になるなです。ずっとさ、謙虚に生きろって教えられてきたじゃないですか。あえて、もうあえて吠えると、謙虚になんかなるなと。なんかね、謙虚って意味を履き違えてる人が多いんですよね。謙虚とは、このセリフのことだと思ってる人が多いんです。私なんか。本当か？これって謙虚か？私なんか、私なんて。これ全然謙虚と関係ないんですよ。ただ腰引けてるだけで。うん。一歩間違えば自己否定してるだけで。なんかね、大自然の大いなる存在に対して謙虚になるとかもちろんいいんですよ。うん。でもね、大自然に生かされてお父さんお母さんにもらった大事な命、大事な人生を私なんてって言ってる人間の、まあ、なんと多いことか。うん。ねえ、もうゆきちゃんなんか最高じゃないですか。最高の男なんですよ。うん。もう、本当に素晴らしい人なんですよ。でもね、みんなそう言って言うとね、こうやって言うんですよ。いやいやいや。日本人ってね、認めちゃいけない文化があるんですよね。うん。文化として、技術として持ってるのはいいんですよ。心の中では、本当に自分も大切に思い、相手のことも大切に思い、自分のことが頭のてっぺんからつま先まで大好きだっていう状態で、ただ、なんか褒められた時に照れ隠しで、いやいやいや、そんなことないですよって言うのはいいんだけど、本当に自信ない状態で言ってるからね、みんな。いや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 、そんなんじゃないんだよ、僕。うん。楽しいのがいい例です。あんなに素晴らしい男なのに、いやいやいや、すぐ言うんですよ。よく言われますとか、あいつから聞いたこと。そうなんですよ。こういうことですよ、だから。ね。照れ屋なのはいいんだよ、みんな。別にね、そんな言われってことじゃ全然ないんだけど、ただ、腰が引けたり、自己否定ぐらいまで入ってたとしたら、それは大いに、損をするし、大いに間違いだってことですよね。なんだろう、これ。謙虚って。クライアントさんとかを見ててもね、謙虚になりすぎて、自分を否定しちゃってる人っていっぱい出会うわけですよね。謙虚になれ、謙虚になれ、謙虚に生きろって言われすぎて、謙虚という言葉の定義もうまく、よく教えられないまま、なんか、あ、自分は素晴らしいとか言っちゃダメなんだ。自分の素晴らしいとこを、誰かに褒めてもらったら、認めちゃいけないんだって、すごく思ってたわけですよね。代表的な例が、謙虚とか謙遜とかと同じ意味で、ほら、偉い人に、お中元とかお歳暮持ってくとき、なんつって持ってくんですか、あれ。ね、昔の日本なんて言うんですか、このもうね、もう何、大社長のとこへこうね、持ってくときなんて言わなきゃいけないの、これちょっと美味しいから召し上がってくださいって言っちゃダメなんだよ、これ。言うか、なんて言うの、これ。つまらないものなら持ってくんなって話なんですよ。普通に考えたらね、外国人びっくりするんだって。何つまらないもの持ってきたんだろうみたいな。僕実家あるじゃないですか。名古屋の緑区に。で、実家の裏にね、おばちゃんが住んでんの。もう幼馴染のおばちゃんが。うん、その娘さんは幼馴染だし、僕はね、もうそのおばちゃんから、洋子おばちゃんって言ったけど、洋子おばちゃんにもね、おむつも替えてもらったぐらい、ちっちゃな頃からずっとお世話になってるんですよ。もう大好きなおばちゃんなんだけど。で、去年その洋子おばちゃんが、自分の家でこう、松茸ご飯を炊いたらしくて、お裾分けっつってね、たまたま僕が実家にいる時持ってきてくれたわけ。うん。何ヒロ君おったのとか言って、ああ、おばちゃんとか言ってたら、もうヒロ君ハゲたねとか言って、もうちょ、ほっといてくださいとか言いながら、何もちっちゃい頃いっぱいあったのにとか言って、もうほっといてくださいとか言って、そう、おばちゃん生き証人としてそれを伝えてくださいとか言ってたんだけど、どうしたんですかって言ったら、松茸ご飯炊いたのって、マジっすかって言ってたら、ごめんね、ちょっともう、美味しくないけど、よかったら食べてって言われて、美味しくないから持ってくんねって話だし、
美味しいに決まってるじゃないですか。絶対美味しいんですよ。おばちゃんとこだってさ、貴重な松茸をさ、国産だって言うか絶対高いよ。貴重な松茸結構な値段したのを、なんかこう炊いていい香りして、すごい美味しいのできたから、ちょっとヒロ君とこも持ってってあげようかなって、きっと思ってくれたはずなんです。けど、わざわざそれ言わなきゃいけないんだよね。これね、ちょっと特殊な文化です、本当に。うん。悪いって意味じゃないよ。自分を、上げずにね、自分が下がることによって相手を高く保つといういい文化でもあるので、うん。別にね、それが絶対悪ってことじゃないんですが、ただ、現代日本は、この謙虚とか謙遜ということが、ちょっと履き違えられてるんですね。うん、昔はみんなちゃんと自分に誇りがあったんですよ。うん。どんなに貧乏でも。そう。俺は大竹の長男だとか、大竹の息子なんだとか、そう。で、例えばもう何、長州藩の、もうその藩士であることが誇りだとかね。そういうのがあったわけですよね。そう。そして全てがこう何、帝の民であるみたいな感じで、例えば幕末も、あそこに幕末みたいな人いるけど、そう。幕末か明治初期みたいな人がいるけどさ、そう、そういうふうにちゃんと、家や社会や、家や地域や社会や国とちゃんと繋がってたわけですよね。うん。でも今は、そういう意味では日本はね、子として切り離されてるので、孤独の子ですよね。子として切り離されていて、ある意味どこにも所属してなかったりする。一応家にはいるけど、じゃあお父さんの息子として誇りを持ってるかっていうと、そんなことを誰も教えてもらったことがないので、誇りって何みたいなね。うん。誇り、お父さんの息子として誇りに思う？ん？それってどういうこと？とかね。津田家の息子として誇りを、津田家のこう子孫として誇りを持ってるかっていうと、いや？みたいな。日本国民として誇りを持ってるかっていうと、全然みたいな。そういう人が多いんですよ。だから自分がどことも繋がってなくて、どこにも所属感を感じられず、どこにも誇りを感じてないから、そこに謙虚って文化が入ると、ただの自己否定になるんですね。いや、僕なんて。うん。前はね、私なんかまだまだでございます。そう。帝の民として恥ずかしい。まだまだ私のような実力不足のもんは。っていう意味で使ってたわけでしょ。うん。片山さん素晴らしいねとか言われた時に、いや、まだまだでございますって。うん。父の名に恥じぬよう、精進してまいりますみたいな感じだったんだけど、今はそこのつながりがないから、ただの自己否定ですよ。うん。素晴らしいですね、森さんって言われた時に、全然ダメです、僕なんか。自分だけの否定ですよ。こういう人が増えたね。本当に増えた。特に若い方。もう、誇りとかプライドの意味もわからない。プライドって悪い意味でどっちかと使われるからね。あいつプライド高いよね。本来のプライドってめちゃくちゃいい意味なんだけど、そう、日本ではね、わざとなのかどうなのか、プライドっていうのがね、どちらかというと良くない意味で使われてたりとか、誇りなんて言葉、もう、ほとんど使わないでしょ。社員として、ちょっとここだけの話よ。社員として誇りに思ってる。ちょっと、よくわかんないって感じでしょ。持ってないことはないけど、誇りって言われたら、え？みたいなさ、持ってる？社員としての誇り。ないでないって目をそんな顔で言うな。ある？って感じだよね。うん。そういう人いっぱいいると思いますよ。そう、そうですよね。全然教えられてないから。うん、そこに対して所属感を持って、ね、その人のもとで働いたり、この会社やこの、共同体に、のもとにこう、貢献できてる自分を好きでいるかどうか、その自分が本当にこう、自信があるかどうか、っていうとこなんだけど、持ってないよね、みんなね。そう。だから、今そういう意味でも日本は本当に、ここで何度も学んできた、セルフイメージが、もう、下げ下げになってます。上げ上げの反対です。下げ下げです。セルフイメージ本当に下がってる。みんな自分に自信がない。ね、僕らの周りにいる人は、それなりにみんなこう自分のことをちゃんと好きだって言えるようになってくるんですけど、もう周り見渡すとね、本当にこう若い子でも、20代とかでも、うん。なんかね、日本で謙虚に生きろって言ってる割には、
謙虚っていう言葉の正しい意味もちゃんと伝えないまま、なんかこう、なんとなくの文化として広がってるってすごくあるなと思って。うん。その上に、今、どこにも、国にも、地域にも、家にも、大して所属感感じないままみんな生きてるから、どん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 自分にこう、自信なくなってるとこ、すごいあるんだろうなと思って。うん。で、便利で豊かで快適な世の中っていうのは、はっきり言って、セルフイメージが下がりやすいんですね。便利で、豊かで、快適ってめっちゃいいじゃないですか。もうこの前ね、さっきのサロシーンの話じゃないけど、この前行ってきたカンボジアとかで考えたら、全然便利じゃねえし、全然豊かじゃないとこあるし、全然快適でもなかったりするわけですよ。うん、首都プノンペンの方のお金持ちはこうやって暮らしてると思うけど、僕らの行ったセムリアップっていうね、そのひなびた、まあ京都みたいな、どちらかというと素朴な田舎町で、スラムの村、貧しい人たちもいっぱいいるし、便利豊か快適とは真逆の生活をしてる。うん。便利豊かで快適だと、なんでこうセルフイメージが下がるのかっていうと、役割がなくなるからです。役割がなくなるんです。例えば、僕前老人ホームに勤めてましたよね。そこにいる、おじいちゃんおばあちゃんたちは、口癖のように言ってました。私なんか役に立たんもん。はよ、お迎えが来ればいいのにって。いやいやいや、深夜さん、そんなこと言わないでくださいよとか言いながら。本当にもう、ダメだわ、もう。って。はよ、お迎えが来んかなって。息子たち夫婦にも迷惑かけて申し訳ない。言うわけですよね。役割がないんですよ。うん。でもこのおじいさんとかによくよく話を聞いてみると、例えば昔は結構大きな会社の経理部をずっと任されて、経理部のもう責任者としてやってたんだと。何何どうやってやってたんですか経理って言ったら、もう当時はね、その計算機とかもまだないぐらいの時代、戦後のとかは、そろばんでずーっとこうやって計算をして、かなりの額のそういうお金を、もう朝から晩までそろばん叩いて計算してたんだと。うん。で、僕ら言うわけですよね。すっごいじゃないですかって。そんなそろばんできたんですかって言ったら、ちょっと嬉しそうに、そうだよ。そろばんね、今でも得意だよ。頭の中でね、何桁の暗算ぐらいならできるよって、半端ないっすねって言いながら話をするんです。で、ね、それこそ、うちの会社の経理もちょっと手伝ってもらいたいなーとか言って、その、例えば、そこの施設長とか言うわけですけど、嘘ですよね。うちの会社の経理手伝ってもらいたいなって本当に言ってると思います。絶対嘘ですよ。エクセルにかなうわけないんだから。絶対叶わないですよ。エクセル、カチッって終わりです。どんなにおじいちゃんが計算が早かったとしても、そろばんで、どれだけ正確にできたとしても、スピードと正確さがエクセルには叶わない。だから、エクセルを悪く言うわけじゃないんだけど、便利で豊かで快適だから、役割がなくなってるんですよね。うん。そういうことですよね。僕と、例えばね、ターちゃんしよう。例えば、ターちゃんがさ、兄弟だったとするじゃん。僕、弟。高志兄ちゃん。うん。で、ここ、今が、例えば、もう、知らん、楽しいんじゃないけど、戦国時代とかだったとしたらさ、こう、今日みたいな寒い冬の朝に、ひろゆき、ちょっと、兄ちゃん風呂入るから、ちょっと薪やってくれ、って言って。もうこの寒いのにって言いながら、いいよって言いながら、ね、これで、例えば僕らがもう小学生の兄弟同士だったとしても、兄ちゃんを風呂に入れてやるために、外寒い中、こう外行って、兄ちゃんがチャプチャプ風呂入るのを、こうやって外で巻きくべて、ふぅ、ふぅってやりながら、兄ちゃん湯加減どうって言いながら、ああ、ひろゆきもうちょっと熱くしてくれって、で、わかったわかった、つって。ね、外で、ふぅ、ふぅってやりながら、こうやるわけですよね。兄ちゃん、湯加減どう？おい、ありがとう。やっぱ、お前の湯加減最高やわ。とか言いながら、ああ、よかった。って言いながら、ちょっと熱くしすぎたろかな。つって、熱いしてとかでやるわけだよね。そう。ほいで上がったら、ひろあき、兄ちゃんも入れたろって、兄ちゃんいいの？とか言って、おい、お前入れ入れ。つって、うん、あったかいうち俺入れ。って。で、僕も入って、ひろあき、湯加減どうや？って言いながら、ありがとう、兄ちゃん。って言って、めっちゃ助け合えるわけですよ、こうやって。小学生でも。うん、役割があるんですよね。兄ちゃんの役に立ててる。うん、けど、便利で豊かで快適すぎると、
この役割っていうのがだんだんなくなりがちなんですよね。そう。今、ピで終わりですもんね。うん。風呂沸かそう。ピ。どっちも役割ないんですよ。お母さんがボタン1個で済んじゃうから。あんたたちお風呂入りなさい、もう。ピ。だから、意識的に役割をちゃんと作っていかないと、セルフイメージ下がるわけですよね。役割がないわけですから。じゃあここでずっと学んできたようにセルフイメージをちゃんと上げていくにはどうしたらいいかっていうと、やっぱりいろんなね、いろんな方法ありますよ。でもここはもうね、いよいよ最終ステージですから、やっぱりこれしかないわけですよね。最後は貢献、誰かの役に立ててる、兄ちゃんの役に立ててる、お父さんの役に立ててる、弟の役に立ててるっていうのが昔はちゃんとあったから、セルフイメージが下がってる暇がなかったわけですよ。どんなに貧乏でも。うん。どんなに生きるのが苦しくても、自分を否定するなんていう、そんな余裕はなかったわけですよね。だって貧乏で生きていくのに必死だし。ね、僕東日本の東北の支援とかもさせていただいてましたけど、避難所とかで震災直後に自己否定してる暇はありません。そんなこと言ってる場合じゃないですもんね。あんな状況の中で、どうせ私なんて言ってる場合じゃない。明日のお水どうしよう、明日のご飯どうしようって、自分で生きていかなきゃならないから。だからね、今の日本はそういう意味では、本当に便利で豊かで快適でありがたいんだけど、ありがたくて、ここはもういっぱい感謝して、ここの恵みを享受すればいいんですけど、それと同時に、他者への貢献感が減って、そして、セルフイメージも下がって、謙虚という言葉が妙な意味で蔓延してるっていうのをすごく感じるので、うん、今日はね、いよいよ本当に深く、カウンセリングのゾーンに入っていきますけど、なんかね、妙に謙虚になりすぎているクライアントさんをどう引っ張り上げるか。うん、私なんて、私なんか、いや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 って言ってるこのクライアントさんに、どう自信をつけさせてあげて。うん。そして、サノシンが言ってくれたように、時には家族ともつながりをしっかり持ってもらいながら、もう一度自分にこう根っこを生やしてね、その人自身がいい人生を歩んでいけるようにサポートしていけるかっていう、そこのいよいよ本気のゾーンに、ずっと本気だったと思うけど、本当に本気のゾーンにいよいよ今日から入っていきますんで、楽しみにしててください。